前回、武器庫と武器を調達して強制装備変更イベントが発生しました。西野隊長がチョイスしたものは右枠の通りです。あ、タキヤとエムはセラミックブレードを持たせておきましょう。玄関開けたら即ゾンビ。マハーギストーンを食らえ。汚物は消毒だ。パート3で取り忘れていた心拍のコウ。まあありがたくもくもくしましょう。そんな仲間たちが今回の企画、サクサクとゾンビ退治行くぞ。命、とあるインバン先駆者兄貴が通販で買ったら先に家族に見つかって大半を食べられていたという悲しい報告をしてましたわね。ゾンビの群れをまとめて銃撃だ。でもこの銃4は外部にも劣る刃物、広範囲だけど豆鉄砲の89式。経験豊富な人格者の西野会長ですが、装備選びのセンスには正直疑問を感じますわ。弾を回収。他の隊員の武器も変わってます。ニュートンってアイボみたいなロボですが、犬でいいのかしら。ゾンビが全滅したのを察すると、西野隊長が扉の鍵を打ち壊します。貴重な研究者だ。直ちに保護せよ。現場の人間はよく分かってますわね。やっぱりグレムリンじゃないか。スライムが他の悪魔に置き換わってるので、セラミックブレードはもう稼げません。悔しいガキめ。ハイドから聖水をぶち込んでやる。気づかれた。なら横避けられた。今度こそ背後からねじ込んでくれるわ。Sister Yukari's holy water enema. 妖精ガードだと？聖水艦長が破れた。あと、ウィル・オミスクって意外に聖水効きますのね。何この汚いムック。ちなみに、右に小さくて見えない奴がいます。おいおい、あいつ死んだぜ。結界がなくなった程度でこのざまじゃ、外の世界じゃ生きていけませんわね。
先輩や達也の両親も。お前はさっき散々見たよ。リンクが落とす魔石は序盤だけ貴重品です。だからなぜ、さっきまでその辺にいた雑魚を出しますの？防具は豚と思いきや、装備が整っていて、満月だと結構な攻撃力になります。でも、もう満月は過ぎてます。陽子さんとチタがチキコープスのように溶けかけて結合しています。陽子さん、チタ、俺がわかるか。こうなったらやるしかねえ。みんな、回しに続け。ゾンビ掃討作戦のボス、星合体悪魔人です。隊長、見ちゃダメ。ニュートンもボタンを押して停止させましょう。ハヤト君も見ちゃダメ。逃げられない状況でバステ付与された場合、アイテム欄を開いておけば攻撃を受けずに時間経過します。よしね。よくやったというかに、お前はもう用済みだ。ふっ、気づいたらパーティーで反対。だが負けるわけにはいかん。もうお分かりでしょう。今後の戦いに備えて、新人2名に経験値を集めます。達也はひたすら攻撃。エミは回復優先。ダイヤモンド3個だと。エミは、とにかく体力で死ににくくします。
達也は不要さが足りないので売っておきましょう。江瀬先輩、陽子さん、チタ、おそらく達也の両親もみんな死にましたわ。よし、お前は生きてやがるな。そうですわ、ユーカリン。悪魔に殺させてはいけませんわよ。なんだこの施設。復活。シェルターの科学力ってすごい。最下層にゾンビウイルスを蔓延させた上に、この非常時にシェルター内を分断し、発雷を壊滅させた上級国民、立花刑事。我々の手で処刑してくれるわ。ゾンビいるやんけ。あの野郎とことんショーポン腐ってやがるな。ここにも予備の対化学戦スーツが。学人の子、知力はありがたいですわ。回復アイテムも回収。ターミナル。転送は転送先がなく、マップもなしですが、セーブが可能。作戦中は自室でセーブができないので、ようやくのセーブポイントになります。そろそろ、達也と恵美の剣を外しておきましょう。処刑の時間だオラー。また上前跳ねられた。待てい、貴様に堪能させる女体はない。ごめって言ってんの。ムールムール2000年で大切なことは、全員が行動不能になる前にニュートンの停止ボタンを押すことです。放置しておくと、主殺無効のニュートンにムールムールが無駄を打ち続けて、負けバトルなのに延々とワンサウザンドウォーズを見せられる羽目になります。
ゾンビ化するとどういう条件で死ぬのかよくわからなくなります。HP が0の時にダメージで死ぬかというと、そうとも限らないようです。全く歯が立ちませんでしたね。敵幹部紹介コーナーって特撮好きっすね。デカラビアの色がキモいですわ。これは非常にまずい雰囲気。グランダッシャー。今のが最後のスペルカードだ。これ以上はもう抑えきれない。アトランティス、スプリングマン、ミスターアメリカン、ブラックホール、プリプリマン、バッファローマン、誰だお前。なんとか危機は乗り越えましたわね。食当たりかしら。消化不良だったようです。毒ガスは本当にまずいですわよ。勝手に毒ガス訓練を開始するな。あのさ、命がけのダチョウ倶楽部やってる場合じゃないんですけど。このカツラキアヤトに考えがある。おいニュートン、さっきの部屋に戻りますわよ。ユーカリンを食った悪魔が強化されるなら、床に残った血をすれば人間でも毒ガスが平気なくらいに強くなるはず。え、さっき考えた末に飛び出しましたわよね。
しばしの別れだニュートン。死んだ。よもつ平坂、石式冥界派で送られることで有名なスポットですね。遅延行為はやめろ。死人の NPC と、それに紛れてアンデッド系悪魔が出てきます。マッパーの人物表示や右クリックのアナライズで見分けられますが、とりあえずファイトでもいいと思います。ゲームにスタッフの指針を入れるな。見て今何をした。ハイレグアーマー来ましたわ。起点のハイレグアーマーはアヤト君でも装備可能です。 DB ブルゾンとほぼ同格の防具なので、わざわざ着替えるかは趣味でしょう。よもつ平坂に C ゾンビが先ほどの1体しかいないので、どうしても欲しい場合は、ムールムール戦からやり直しです。泉は、血で赤く染まってなければ回復すると思っていいでしょう。西野隊長、お茶の水行きの DDM を止めたって言ったじゃないですか。そういえば西野隊長、昨日の重役会議で DDM の話題を出したのかしら。荒ぶる以下のポーズ。イカ土はその名の通り、電撃を反射します。ビリレンの地の石はやめましょう。
当ウィンバンセンクシャー兄貴の嫁、ヨムツシコメです。現代語訳ではこの世のものとは思えないブスでしょうか。魔法覚醒ごほ、無茶な若作りで生命力がお上、戦闘タイプ判定で射撃、1回目の覚醒で魔法。ここまでは計画通りです。残った問題点は覚醒の使用とともに次回で、今回の本編はここまでとなります。引き続き悪魔紹介をお楽しみください。儀典、女神転生、デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。下道スライム。セラミックブレードのドロップ率が低くなってますが、実際は前回動画のように割と拾えます。出現時期の短さに注意しましょう。悪霊スタンパー。ペタペタとメッセージが表示される攻撃がスタンプかしら？序盤は中耐性持ちが多い儀典ですが、こいつに至っては無効です。これ銃使わせる気ねえな。40アペプレベル14を見ると誤色を疑ってしまいますが、40は合体で作れるので今の時に検証してみましょう。割と豊富な特技を持ってますが、どれも食らった記憶がありません。チキ死んだ男、土直球火の玉ストレートのネーミングの悪魔その1。銃と電撃の両方に耐性があるという技能経験値稼ぎ泣かせです。バーサーキング目当てで仲間にするなら、死んだ女の方がいいでしょう。チキ死んだ女。土直球火の玉ストレートなネーミングの悪魔その2。ヒロイン枠として仲間にしてたキプレアニキアネキもいることでしょう。98番ではバグで意味不明な特技を覚えるので、バーサーキング習得は遅くなります。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。